マジで数年前やったらありえへんことが今起こってるんじゃないかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、少し衝撃的な内容と言いますか、サムネイル見た方はわかると思うんですけども、少しね、巨人の坂本選手の存在というところがね、ちょっと揺らいできてるんじゃないかなというところを少しね、今日お話ししたいなというふうに思ってます。なぜ僕がこういう内容をお話し、するかと言いますとですね、今季、ジャイアンツというのはですね、岡本選手をファーストにやってですね、サードに、昨年の途中からですね、サードに入ってた坂本さんを固定するというような形をずっと取ってきました。ただ、シーズンね、始まって、当初は良かったりとかしたんですけども、なかなか坂本選手の打撃の状態というところが、なかなか上がってこないという問題がありました。で、安倍監督はですね、それをね、ずっとこう、耐えながらというか、結構起用し続けてました。もともとは、5番打者を打たしたりとか、してましたけども、2番になったりとか、6番になったり7番になったりとか、いろんな打順を坂本選手に打たすことがありました。で、この間の日曜日かな、日曜日から、今までこう、ファースト岡本、サード坂本というところをですね、思い切って、サードの坂本選手を外して、岡本選手、一塁にいる岡本選手を、元々いた三塁にやってですね、そのファーストに大城選手ね、もともとキャッチャーが主戦場ではあるんですけども、その選手を、ファーストにやってというところで、なかなかチームで点が取れてないという現状もありまして、そういったね、形を取り始めているというところでございますと。で、今日なんで僕がそういうことを言うかっていうとですね、岡本選手ね、もともと、原監督、前原監督ね、が、岡本の守備がね、カズマの守備がちょっとこう、見てられないとかね、いろいろこう、結構苦言を言ってて、で、そういったこともあって、門脇選手が出てきた時に、サードで出たりとかっていうのがあったんですけども、数試合ですけども、サードのね、守備なんかを見てると、全然安定してるしね、守れるなというか、やはり、サードベースマンというかね、もともとずっとやってきただけあるなっていう感じは、すごく、僕の中で印象であって、で、おそらく安倍監督の中にもですね、考え方の中にもですね、カズマファースト、行ってても、サードを守らすことができるというかね、もともとやってたし、器用だし、何かチームに、事態が起きた時に、サード、岡本というところも対応してくれるという、信頼がね、あったりするので、こういった起用っていうのはできると思うんですけども、その岡本選手がサード守れるっていうところはいいと思うんですけども、そこでね、大城選手をファーストというところで、もともとキャッチャーの選手ですから、守備力っていうところはね、岡本選手に比べたら絶対落ちるわけですし、サインプレーであったりとか、そういったところの確認は絶対してるとは思うんですけども、やはり不安はありますと。ただ、チームの現状を考えると、なかなか点取れてないんで、そういうことをせざるを得ないというところだと思いますと。で、漢字の坂本選手なんですけど、状態がなかなか上がってこないと。で、記事ではなんか、体よりなんか目がついてってないんちゃうかとか、そういった記事もあったりしますと。で、僕は、あんまりそういったことは思わなくて、どっちかっていうと僕は体どこか痛めてるんじゃないかなっていう風なね、感じはすごくしてますと。これは憶測で話すんですけども、やはりあれだけの選手がそこまでなかなか打てないと。バット変えたりとか、タイミングの取り方変えてまでも、なかなか結果が出ないっていうところは、やはりこう、体という面でね、少しこう、痛みを抱えてたりとか、なんかこう、古傷が、ちょっとね、痛んだりとか、そういったことが僕の中ではあるんじゃないかなっていうふうに憶測で、話しています。で、今ね、今日のスタメンかな見ても、ファーストに大城さんやって、サードにカズマをやってっていうところなんでね、昨日がオフでしょオフで、そのリフレッシュできたりとかすると思うんですけども、その、週明けのゲームで出るかなっていうふうに思ってたんですけども、それでも出ないってことは、多分おそらく、まあ調子っていうところもあるんだろうけど、まあ体の面で少し、まあ腰なのか、っていうところかな。うん、どっかね、僕は腰だと思うんですけども、なんかこう、調子が悪いんじゃないか。まあ、それのね、ズレがあるんで、打撃にも影響が出てるんじゃないかな、っていうふうに思うんですよね。で、まあ、現状、その、ファーストの守備力は、大城さんは落ちるというふうなことを言いましたけども、例えば大城選手がファーストでですね、まあ、結果出すとするじゃないですか。結果出してって。で、岡本選手も、まあ徐々にバッティングが上がりつつあるというか、めちゃくちゃどん底かって言われると、そこよりはちょっとこうクッと上がってきてるんで、そういったところで、例えば大城選手がファーストで起用されてて、で、状態が上がってきて、で、岡本選手もサードで起用され始めて、状態が上がってきてという話になると、坂本選手が出る幕がないんですよね、正直言うと。うん。で、大城選手を、まあ、キャッチャーにやって、で、ファースト、岡本にして、で、サードを開けて、坂本っていうのもできますけども、そうしたら、またね、次は、岸田選手、まあ、打撃も調子が良かったりするんですけども、岸田選手が出れなかったりとかするんで、そういったところで、ちょっと、その、今、チームのバランス的なところというか、まあ、坂本選手という絶対的な存在なんですけども、そこがちょっとずれ始めてるんじゃないかなっていう感じは、危惧してるというかね、するんですよね。で、まあ、ポジションとか見てても、まあ、こちらね、ちっちゃいホワイトボードですけども、まあ、こうやって見てると、まあ、そのね、岡本選手をまあ、サードにやって、で、その坂本選手が出なくてっていうところ。で、で、ここに大城さんでしょ？ファーストに大城さんが入ってっていう形だと思うんですけど、そうなってくると、まあ、その、先ほど言ったように大城さんが状態上がって、で、カズマも状態上がってきてっていう風になると、多分、やはりチームでなかなか点が取れてないっていうのがあるんで、そういった調子のいいバッターを使っていくと思うんですよね。そうなると、坂本選手ね、もちろんね、すごい選手だし、もう主軸、というかもう中心メンバー、スター選手なんですけども、代打枠に甘んじる可能性もあるんちゃうかなっていうふうに思うんですけども、それは、まあ、なんて言うんだろう、ないかもしれないですけども、もしかしたらそういった可能性もほんまにあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ他のとこに目をやるとですね、やはりまあこのレフトっていうところね、まあその人数が固まってるっていうのがありますと。で、まあ新しく若林選手が入ってきたっていうのがありまして、まあどこを守るかわからないです、正直。でもまあ外野が本職な選手であると思いますし、まあなんかコメント欄とか、まあいろいろ深く調べていくと、まあファームでセカンドを守ったりとかっていうのもしてるっていう風なね、オプションもあったりするんで、まあ今現状、吉川選手は全試合出場してるんですよね。っていうところで、まあ、毎試合見てますけども、吉川選手の守備力っていうのは本当にね、もう、なんていうんだろう、なんぼ助けられてるかっていうのは分からんぐらいね、の守備力なんで、そこを外すっていうのは相当、なんか吉川選手に怪我があったりとか、不調というか、なんかこう、そういったことがないと、そういうオプションを発動しないのかなっていうふうに思ってて、なんで、僕はおそらくレフトに出るんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、佐々木選手とか、この間上がってきましたけども、まあ実際、まあまだ数試合なんで何とも言えないですけども、まあ、どうなのかっていうところもありますしね。うん、まあ、萩尾選手とかも頑張ってるんですけども、今現状上がってきた佐々木選手が出てるっていう現状があるんで、そういったところで、レフトがね、完璧に、レギュラーが決まってないというか、競争枠の形になるんで、もし若林選手が出るんであれば、まあ、おそらくレフトだろうなと。ヘルナンデスがセンターでね、いい守備したりとか、まあ、せっかく日本に慣れてきてっていうところがあるので、そういったところで、まあ、打撃も調子がいいんで、そんなにポン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 こう、守備位置を変えたりするっていうのも、僕は、あんまり得策じゃないのかなというふうに思うので、そういったところで、ここは固定で、佐々木選手じゃない、若林選手がレフトに入っていくっていう可能性。で、代打に、坂本選手、が入っていくっていう形になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今日はですね、まあちょっと危機的なところというか、まあその、まああくまでちょっとこう、憶測というか、まあ予想的なところでお話ししていきました。まあでも、まあ実際ね、大城さんが試合出始めて、ファーストで出始めて、状態上がってきたら、わからないと思いますし、まあ、坂本選手もね、本来、試合に出て調子を上げたりとか、1打席にかけてっていうような感じの選手ではないので、そういったところで代打になって、果たして本当に状態を上げてこれるのかっていう問題もあるんでね。そういったところで、まあ、すごく刺激的なお話だったかもしれないですけども、もしかしたらこういったことも僕はあり得るんじゃないかなというふうに思って、今日こういう動画を撮らせていただきました。はい、そんな感じでね、今日の試合解説もやっていきたいと思いますんで、ぜひね、試合後の解説も見てください。てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。